どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジャンプ49号掲載の呪術廻戦最新203話血と油丸2の解説考察をやっていこうと思います。ジャンプ本誌の内容を含みますのでご注意ください。今回はこれらの内容に触れていきます。動画の内容が少しでもいいなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになります。それでは早速やっていきましょう。前回第202話は死滅回遊編が大きく展開した一話でした。天元と向かい合うつくもゆきから語られた衝撃の事実、それはつくもがかつての天内理子と同様の星晶体であり、天元と融合した星晶体たちの声を聞くことができるというものでした。天内理子との同化が失敗してもなお自我と理性を保つことに成功している天元は、いつかこうなると思っていたんだと語っていましたが、それに対してつくもはふざけるなよと一蹴。そんな天元、つくものいる恒星宮直上に現れる賢者。この時点で虎杖たちのいる東京第一コロニーにアメリカ軍とおぼしき新規プレイヤーが大量流入した時から2日が経過しており、長宗の前に降り立った賢者は死滅回遊は役割を終えたと語ります。賢者の口から語られたのは、日本全土の秘術師が天元と融合した結果生まれるであろう巨大な呪霊の可能性。そんなおぞましい計画を実行しようとする賢者の動機は、大義でも憎悪でもなく面白いと思ったからというまさかの興味本位。その子供のような動機に人生と命を振り回された長宗は怒りの鮮血を放つというところで終わった前回でした。果たして賢者 VS 長宗の親子対決はどのように展開するのでしょうか。そして賢者が恒星宮に現れるまでの2日間で東京第一コロニーでは何が起こったのでしょうか。最新話の予想を早速見ていきましょう。回想、賢者と短期で戦うことをつくもに提言する長宗。2人で賢者を相手にするよりも先に長宗が1人で戦い、賢者の術式情報や手持ちの呪霊、あわよくば領域展開を使用させ、領域展開直後に術式が使用困難になった隙をつくもに襲わせることを狙う長宗。その胸に秘めているのは、賢者によって命をもたそばれた亡き母と血を分けた兄弟の敵討ち。ですがそんな長宗の燃えたぎる思いとは裏腹に、形勢は賢者が圧倒的に優勢。超新星を放つも賢者には通じず、低級呪霊のみで制圧されてしまう長宗。追い詰められボロボロになった長宗ですが、生みの親である賢者相手に一撃すら入れることが叶わない自分自身のことを面白くないと言われることは受け入れられても、エソーやケチズ、虎杖たち弟が面白くないと言われることだけは許せないのが最高にお兄ちゃんですね。普段はダウナー系の長宗がファイヤーと意気込んだのは完全にシュールギャグで笑ってしまいましたが、この直前のクソーズ兄弟、お前たちの力を貸してくれというセリフが気になります。エソー、ケチズ以外の長宗の弟、ノーラン宗や小宗といった6体の亡骸は光線の機構に保管されており、第144話で天元の元へ向かう際、通りかかった機構に向かって長宗は後で迎えに来ると発言しています。その際から時間が流れていますし、虎杖たちと別れた後に長宗がどのような行動をしていたのかは判明していません。もしかしたら長宗は弟たちの亡骸を機構から回収して体内に取り込むか、何かしらの方法で呪物としての力を引き出す方法を手に入れているのかもしれません。弟たちの術式は判明しておらず、次男のエソーは触卵不術、三男のケチズもエソーと血液を媒介にしてつながっていることから同様の術式を持っていると推察できます。四男より下の弟たちは生まれた時点で死亡しており、すでに亡骸が呪物になっていますが、仮にその肉体に術式が刻まれていた場合、それを長宗が取り込んだとしたら、肉体に何かしらの変化が起こっていたとしてもおかしくはありません。あるいは単なる精神論的な意味合いで、兄弟の無念をお兄ちゃんに分けてくれという意味かもしれませんが、このセリフの真意が来週以降で描かれるのを待ちたいところです。賢者の口から語られた特級術師の条件、これが呪術総監部が規定する公式の条件と同じなのかは不明ですが、賢者が語るにはその条件とは、単独での国家転覆が可能であること。当代最強の術師五条悟は無加減呪術と陸眼というチート能力の抱き合わせ、賢者が乗っ取った下等スグルは呪霊操術を用いることで実質再現のない異形の軍隊を刺激することが可能となります。結果的に特級呪物が受肉し、一級術師相当の力を手に入れた長宗ですら、呪力で強化された低級呪霊には手も足も出せずボロボロにされてしまいました。第147話では矢賀学長の過去回想が描かれ、術師から独立した完全自立型呪骸を生み出した矢賀が容易に軍隊を所持できるという理由で特級に認定されそうになっていましたから、賢者のセリフは信憑性が高そうです。また同じく特級術師の乙骨は下等や矢賀のような無数の手数こそ有していないものの、五条を上回る総量の呪力に加え、術式コピーを用いれば無限に近い手数を手に入れることができるほか、そばには弱体化したとはいえ呪いの女王織本里香の力もあります。
特級の条件が語られたことで改めてその異質さと凄まじさを痛感しているわけですが、そう考えると一人で国家転覆できるだけの力を持った五条を10分間も足止めして五体満足で生還したミゲルは本当に何者なんでしょうか。助っ人外国人枠のミゲルの強さや戦闘描写も本編のどこかで描かれてほしいですね。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。